なんかあるきっかけがあって、うん、やっぱ対抗戦で対抗戦は良かったですね、うん、はい、あのお客さんも分かってましてね、ああいうちょっとした科学の、ね、意地悪そうな技が出ると ね、技とか変わってなくても、確かにどっかで変身してるんですよね、もう。だから尾崎がかなり攻め込まれてます、うん、関西いても立ってもいられないという状況ですか。なんかこういう状況が長くて攻めても攻めてもラチ開かないっていうのは、あ、この状態じゃ参ってしないわけでしょ。で当然尾崎選手は、ね、尾崎はね強いということには定評があります。あ、ま、もうあっと得意技を出してきましたね。やはり逆エビではラチが開かないという感じで大技を連発していくんでしょうかね。まずはおっとどうしたんですか。急に来た、急にもうどうにも痛くなっても止まらなくなってしまった。これはブレーキの壊れたダンプカー状態ですね。さあそしてどうしちゃったんですか。タッチしてないですよね。タッチしてないですね。いや、ハンサイはもう何人これダブルのヘッドバットなんですね。そうですね、はい。ああ、そうなんだ、これも尾崎もよく使うツークラウトのボディープレス。この2人もオリジナルの合体を持ってるんですよね。そうですね。カウント2、本当は合体サポはモッタと高く先に出すべきだったんです。そうですね。あ、そして、せっかく挑戦した。これは尾崎得意の変形のドラゴンスープレックス。あ、タイガースープレックス80メートルとかなんかそんなのありましたね、はいはい、あれじゃないですか。そうですね。あ、そして今度はやっとこの堀田、そして関西、あ、今のはピラミッドに話しましたね、投げっぱなしにしましたね。そして今度は高子、あ、綺麗にジャーマンで投げたぞ。巨漢の関西をジャーマンブリッジでコールしたんですが、カウントは2。関西が満を持して登場して、しかし今度は大技を連発してくるんでしょうか。うん、割り手一発、上段が湧き上がります。そしてトップロックから、うわあっと、あ、斜め式の喉輪で落とした、喉輪落としで切り返したんでしょうね。これは危ないぞ、うん、この返し技は良かった、高子素早くおったりタッチ。あ、またも合体だ、あ、これはラベン出た、強烈ラリアット2連発。前場のチームは吹っ飛んでしまいました。さあ今度はロープに振って、あっ、得意のフライングニールキックを外したの、お、なんとエプロンギル、高子にも一蹴り入れた後に、堀田選手ああいう体勢からもニールキックやるようになったんですね。あ、ロープに飛ばしてあんまりね前はなかったんですよね。おっと、かかと落とし、あっと、もう一発、うーん、関西もいろいろと技を繰り出していきます。さあエルボー一発当てて、あ、これは、あ、早くも出ますか、必殺ホールド、必殺ホールド出た、スプラッシュマウンテン、カウントはあ、3、尾崎が綺麗にいろいろとカットしてましたけれども、最近珍しい地域施設の施設技ってですね、これが出たら決まるって技最近少ないじゃないですか、はい、大事ですよねこういう技って。スプラッシュマウンテン1本目、まずはチャンピオンチームダイナマイト関西が宿敵堀田からホールを奪ったということで、これは防衛に一歩近づいたというか、1本目取ったら大きいですね。大きいですよね、はい、どうですか今のスプラッシュマウンテン、見事決まりましたけれども、これは食らってます、散々ね。そうですね、散々というか、はい、やってますね。やっぱりタイトルを取られた試合では合体式でやられましたよ ね、 合体でね、最後。そうです、はい、相当首から怒ったですね。かなり危ない打ち方してましたけど、大丈夫でしたか。大丈夫ってことはないでしょうけれども、大丈夫ってことはないですけど、ね、うん、まあ、最近ね、本当あのこれが出ればまず誰も返せないだろうという、そういう技持ってるやつだっていいですね。そうですね、まあ、北斗のね、打たないところもね、ああいう感じですね。そうですけども、そしてもうこれ日本目も取るんですよ。今絡めた相手もらったらすごかったでしょうね。あ、そしてもう波状攻撃だ、ドリアホールパイルドライバー、カウントは2ですけれども、堀田の左足がロープになりました。さあそして尾崎のタッチ、あ、
これは逆エビに行くところ STF。 JWP という団体のレスラーは割と、はい、いろんな技をまんべんなくやりますね、うん、STF とか割とポピュラーな技になってますし、ね、うん、割と取り入れちゃうんですよね、すぐに。足、うん、やはり大きなおったですので、そう簡単にがっちりと決まることはないかという感じですけれども、頑張っています尾崎。苦しい表情は、ホッターリング中央。フェイスロックというよりは、スリーパー気味にね、腕が入ってしまいましたけれども、ここで諦めた。今度は、グラウンドでの、まあ、ドラゴンに近いゲームですね。はい。ちょっとひねりを加えています。さっきのSTF、こうやって、なんか寝てから持つ技は多いみたいですね、この選手。さあ、2本目、一気にね、ストレートで決めてやろうという JWP 現チャンピオン 3WA チャンピオンチームですけれども、そうは、まあ、簡単にはね負けられないのが前場挑戦者チーム。キックも強烈。さあ関西堀田のキック蹴り合いがこの辺から出てくるのか。さあ勝負は2本目に入っています。もう戦場挑戦者チーム後がありません。1本先取されての2本目。さあ今度はスリーパーホールド。だいぶ堀田が腕が太いんでしょうね、やっぱりね、動けないですね。なかなかロープに逃れたいところなんですけれども、やはり体重もあります。そして腕もこの腕っぷしというかね、すごい。あっとこれでチキンウィングだ。いやこれも厳しく、やっぱり男のレスラーというか男のプロレスからです、ね、はい、入ってくる技がすごく多いですね。さあガッチリ決まったリング中央。ここで外して今度は三角締め、三角締めですか、はい、これも男の技ですよね。ですね。さあ堀田がちょっと捕まっています。関西蹴りだけではなくてこういった締め技、この辺も非常に力強く粘っこい。トヨタ選手はこういうものはもらってますか、こういうなんか締められたっていうような。あの当たった時ですか。いや自分で当たった時やってないですね。どうですかね、そこまでは細かくはね、細かくは覚えてないっていうか、はい、大きさを感じますかね、やっぱりあのダイナマイト関西こうやって実際当たったのぶつかると相手の大きさっていうか、はい、やっぱり体の厚みっていうか重さっていうか。トヨタ選手はでもあれでしょ、関西何度かスープレックスで投げてるでしょ。はい、その時は重いですか、やっぱり。そうです、あの、うん、やっぱり体が大きいんで、うん、自分は手が長い方なんですけど、うん、手が回らないんですよ、まあ、ウエストに。なるほど、難しいですよね、はあ、だからロックがきちんとできなかったり、そういうこととかもありますね。やっぱりサイズっていうのは、ね、大きいですね、はい、今度は高子と関西の攻防で膝十字。高子もこの技にはかなりこだわりを持っている、自信持ってますよね、はい、この技には。最近はロープに振ってこう飛びついてね、膝十字やったりいろんな入り方を研究しているようですが、さっきの膝にドロップキックしたのあれはいいですね、最近流行ってますね。そうですね、あのコーナーにね宙吊りにして膝に行ったりしますもんね。膝とかこう集中的にドロップキックとか痛め技されるのって痛いでしょ、痛いっていうか嫌でしょ攻められ方としては。その後やっぱり自分とかはロープに飛んでったり、うん、そういうのをやってるんで、ちょっと足を攻められちゃうとちょっと辛いものがありますね。足もダメになりますね。ダメになりますから、関西攻略法というかそういったものはどの辺にあると思いますか、トヨタさんなんかは。やっぱり蹴りとかそういうの使うんで、やっぱり足を狙った方が、うん、足をやっぱり集中蹴りを出させないように、うん、下半身から、まあ、大きい選手
下半身攻めていくと意外と脆かったりっていうのも。